私はお待ちくださいあ,あ、これでいいかよし <coughs> オッケー <laughs> おはようございます。おはおはようございます。うおお、なんか新しいギフト。パンジャラモンスターさん、姉ちゃん、母さん、クリちゃん、ギフトありがとう。パンジャラモンスターさん。 ファイナリストお疲れ様ありがとうございましたイェーイ GG マークのてっちゃんギフトありがとうございますんそうかわいガードありがとうそうまさん本命あチョコかこれバレンタインかもチョコとかそういうことかイェーイスーパーアリチャンごの人馬、まありがとうございますコモチン本命やったぜあゆみちゃんお疲れありがとうございます 本当に昨日は <laughs> ありがとうございましたイェーイお疲れお疲れ様でしたいへへし広さんともこちょちょともこちょともちょこありがとう緑の感想ちゃん最高頑張ったありがとうテレビ越しやだけどめっちゃ楽しかったええー、よかったありがとうみなさん そうでしたね昨日はえー、と <laughs> 昨日はえー、とですねあの AKB48 グループ歌唱力ナンバーワン決定戦で8位を頂い,いたのでそれのファイナリストライブがありましたイエーイ <laughs> えー、すごいウレッティーそうとっても良かったどうでしたか <laughs> イエーイ もう私は人生で一番楽しかったです <laughs> 人生で一番最高のライブでしたかわいからた。と <laughs> 遠藤さんスケ,スケモン姉ちゃん母さんいフ人ありがとうございますよかったね最高でした本当にそうあのみんなでねあの最初はサステナブルを あのー、もいかちゃんすち、すちすちまんのもいかちゃんセンターのサステナブルをみんなで歌わせていただいた後のトップバッターをなんと私をやつとめさせて <laughs> いただいてですね。そう、ほんまにびっくり、びっくりしましたか皆さん。<laughs> 私も、あのー、なにセットリストもらった時はもう超驚いて、えー、いで、私トップバッターやんけん。<laughs> <laughs> そうめちゃめちゃ驚きましたが学園天国小泉日子さんの「学園天国」天国を歌わせていただきましたイエーイ <laughs> かわいかった、ま、マリナやんマリナー <laughs> マリナ,ー <laughs> マリナー !1 曲目めちゃノリノリです <laughs> そうもうねあのうん。<laughs> バンドの方もめっちゃノリノリで、なんか <laughs>、すごい、なんかね、アリサ全然プロじゃないけどで、ね、すぐ分かった、なんかリハーサルの時よりね、全然違った本番は <laughs>。なんかね、ノリに乗ってた本番の方が、ちャンちょんちょンちょんちょンちょんちょ <laughs> 超い入ってんちょんちょんちんちょんちょんちょんちゃんちょ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 んち そうラン、ランドセルじゃねえわ <laughs> どういうことそう「学園天国」を歌わせていただいてですねあのみんな皆さんあの全然何も告知も何もしてないのにさ <laughs> そりゃそうか何もしてないのにあの一体感がすごかった「ヘイ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 」ってやったらちゃんと歌ってくれて「<laughs> 最高でした」ってすごいですね打ち合わせしてないのに「美作り」うん 在校ありがとうへでもあのそう学園天国ならあの皆さんね絶対知らない人はおらんやろうと思って <laughs> そうせっかくのファイナリストライブなので皆さんを盛り上げたいなぁとは思ってそうみんなで一緒に歌えるような曲を選曲させていただきまして <laughs> ありがとうございます。 しかもね、感想のところでね、そう、感想のちょっと時間があるところで、あの、めっちゃ無茶振ぶりで、あのー、キャッチフレーズを入れたんですよ。<laughs> わかったわかったかななんかね、会場がでかすぎてさ、何言ってるか聞こえんかったかもしれんけど。<laughs> そうね、しっとり系が多いから、お姉さんたちは。私はもう、もり、ガンガン盛り上げに行く曲をやったらトップバッターに選ばれました。び <laughs> っくりした。 そう聞こえためっちゃ聞こえた。本当ですか放送ではしっかり。あ、本当あとで見返,見返してみてください。あの、感想のところでね。ありちゃん推しになるのは、ありー。あ <laughs> りーってから、そう、絶対アリ、ありさ推しじゃない方は分からんやろってことを、む無茶ぶりで入れたんですよ。<laughs> そう、だからなんかキャッチフレーズ覚えて帰ってくださった嬉しいです。<laughs> 聞こえたよかった <laughs> そう、キャッチフレーズを入れ込んだ。あ <laughs> りーって叫びました。本当ですかよかった <laughs> そして2曲目は、あのー、あのあのあの、ひのちゃん、NGT48 の三村ひのちゃんと一緒に、えー、っとね、マクロスフロンティアっていう、あの、アニメの主題歌の、 えっと、ライオンを歌わせていただきました。イェーイライオンです。そう。なんか意外とね、そう、あのー、まじ、そう、まじ。まじ。あの、ツイッターとか見てたら、最高この選曲まじかみたいな。びっくりしました。<laughs> ライオン好きだから嬉しいから、本当ですかいや、アリさんもあのー、何 あの、アニメをめっちゃ見てて、なんかファンダすスみたいな感じではないんですけど、<laughs> そう、じゃないんですけど、普通にもう一回聴いたら、なんか耳から離れない曲調というか、そう、あの曲にハマりまして。しかもね、スクールの先輩がね、そう、スクールの先輩が二人で、仲本姉妹、仲本姉妹さん、乃木坂さんの姫香さんと、あの、ベビーメタルのすーちゃんが、あの、二人で、 めっちゃ昔に歌ってたのを思い出したんですよ。<laughs> そ,うそれがめっちゃ頭にあってこれなんかいいなみたいな <laughs> これなんかいいなと歌いたいなと思ってしかもひのちゃんはあの何、ー、てっけ「魂のルフラン」とか歌っててあのアニ,メア,ニメアニメの歌なんか合いそうだったし。<laughs> 絶対合うやろうなと思ったしあのひのちゃんにあのシェリルをやってもらってアリサがランカをやったらなんか合うんじゃないかなと勝手に思ってそうあのー、アンケートに書かせてもらったなんか採用されたんですよ <laughs> そう。びっ,くり <laughs> びっくりしたまさかのみたいなそう採用されてはい嬉しかったです。<laughs> そうライオン そう皆さんねライオン知っててあのー、たくさんマジかーみたいなコメントがあってうしかったって最高すぎた本当ですかカウント完了ありがとうございますそうしかもねそのライオンはね昨日初めて合わせたの2人でやばない、えー、本当にリハーサルの時は「どうするどうする」みたいな感じでもうリハーサルボロボロだったんですけど なんとか本番までに仕上げることができたできたのでよかったですじじわかつばありがとうございますそうありさが選曲させていただいて採用されてびっくりですうんマジかそう昨日初めてもう朝会ってそう昼ぐらいに初めて会わせてでリハーサルはやばくて <laughs> やべえってなって <laughs> 本番までに。 そうあのもうここはこうしようってななつめつめつめてなんとかできましてよかったですうん母さんとうとうありがとうございます曲選びのセンスあるじゃん本当ですか嬉しい,いやまさかさ採用されると思わんけさそんな <laughs> そただ自分が歌いたい曲書いたら採用されたけびっくりしたよ本当にハモリうまかったねさすがもう ひのちゃん、さすがです。私はメロディーを歌ってたから。<laughs> あれやったんですけど、めためた。うまい。本当に上手だった。<laughs> 時代が追いついてきた。私に時代がよかった。キラーが効いた。そう、なんかね、あの、NGT さんのひのちゃんのね、マネージャーさんがめっちゃ、あの、ライオンのファンだったんですよ。<laughs> 俺めっちゃライオンのファンやから、みたいな。 マクロスのめっちゃファンやから任せてみたいな感じでめっちゃ歌を聴いてくれたんですけどそうそしてなんかねあのこういうポーズがあるんですよねランカちゃんって <laughs> なんかそうなんだっけ「君が守るドアの鍵でたらめ」みたいな。 でたらめぐらいのとこで、ここ、キラっていう、なんかこういうポーズがあるんですけど、それをやるのをマジで忘れてた。<laughs> 本当に申し訳ない。キラッツこれやるのマジで忘れてた。<laughs> 緊張しすぎて。<laughs> そう、あのね、なんかすごいね、自分でもびっくりしたんですよ。あの、決勝決勝戦の時 <laughs>、そう、輝くポーズ。マジで忘れてた。本当に。バカ。<laughs> だ <laughs> なほんとごめんなさい <laughs> あのね決勝戦の時はマジで緊張してたんですそばかす歌う前そうマジでないえっ私こんな緊張したことないのにみたいな初めてこんな緊張したぜってぐらいめっちゃ緊張したんですけど昨日はマジで緊張しなかったなんかびっくり <laughs> マジでそんなに緊張してなくてそうびっくりしたなんかえ あと3分で始まるのになんでみたいな。<laughs> トップバッター歌うのに全然緊張してねえ。みたいな感じで。そう、昨日はなぜかマジで緊張してなくて。逆に怖かった。<laughs> でもね、ライオンの時だけはめっちゃ緊張してたの。弱かった。何でって感じ。逆になんでって感じ。もう、よくわからん自分が。<laughs> そう、一人で歌う時は全然緊張してなかったのに、そう、ひどちゃんといざ二人で、あの、立ってたらめっちゃ足が震えてから。<laughs> <laughs> 本当になななんんでで今みたいなめっちゃ緊張してたわライオンの時はうんうん結粧よりよかったって書いてた嬉しい菜那さん菜さんそばかす好きらしくてめっちゃ褒めてくれるんごうんうんうんリハで会ってなかったから <laughs> そういうこと 昨日お疲れ様、ありがとうございます。うん。ズバカとまた学園天国、そう。どうでしたかね、私の選曲は。うん。ランカコスプレだよね <laughs>。ランカちゃんコスプレ、マジか。いいね、いつかやりたい。うん、ナナさんともハモれたしような。そう、ナナさんともハモれた。うよかった。 うん、15歳でありたいでこれから期待しかないうれ <laughs> しいです「そばかすも、ねあのーあのー」もねあのそうあの「そばかす」はもう何回目ってぐらい皆さんの前で歌ったんですけど <laughs> 本当にうまく歌えましたねあの決勝の時は最初からそう序盤からもうぶっ飛ばしすぎて最後体力が持たんくてね 最後のあの高い見せどころの高音がね、全然出なかったんですよ。<laughs> そう、そばかすね。最後の、そう、見せど、一応、一応見せどころの高音がね、マジで出なくてね。そう、<laughs> 何してんねんってから、あ歌の先生怒られたんですけど。<laughs> マジで、そう、もう、昨日はできた。完璧だったんじゃないでしょうか、昨日は。 分からんまだあのー、自分が歌ってた動画を見てないけど出てた出てた,た出てた,た出てた,た,た,たみたいな最後は間違えなかった間違えなかった外さなかったよかったみ、うん、ミみウシェリー出たあいいねみュみミみウのパイセン、うんうん、おはよう自然に歌ってさすがって思った本当んよかったうん、うん 生そばかすだが、持ち曲、それ、おわいうの曲やね。会場で聞いてて、わかった、本当ですか。よかった。うまい、ありがとうございます。最後も、失敗せずに、できた。良 <laughs> かったです。イェーイ。ぎゃん。ぎららん、ぎららん。そばかすは、おわいの曲や。 でもみんな、ね、あのねそうユミリンとかそうソラハとかまりなとかもいっぱいツイートしてくれてたんですけどほのたんとかみュウミュウとかみんな頑張ってーって言ってくれて超絶嬉しかったですあおいたもいってくれたわあおいたもありがとう本当にみんな <laughs> みんな本当にありがとうあ今日はねあのね今何時うん 30分から始めたら45分か。今日は、えっとね、7時10分までできる。<laughs> 今日は7時10分までやります。夜今日できな下げ。夜ができな下げなので今日は7時10分までやります。イェーイ七 <laughs> 時、7時5分になったら教えてください。7時5分になったらランキングとか読んでいきたいと思います。うん わい、誕生日やで。えぇー、そっかコモッチーン !Happy birthday to you!Happy birthday to you!Happy birthday dear コモッチーン !Yeah!Happy birthday to you! おめでとうコモチーンお誕生日おめでとうチョコがいっぱいだありがとうほめ、チョコ受け取りやした <laughs> 受け取りやしたありがとう <laughs> おめおめ朝おめでとう良 <laughs> き一年にしてくださいかもついおめでとうね。うん、うん。そうそれでもうねもう話したいこといっぱいだ <laughs> そうみんな LINE でね「が張って!」って送ってくれたしそう「朝ピーマン」でした ヤサピーマンです来年はねそうあのー、マジで STU4 ってなナさんはいたんですけど STU から一1人でそう来たので来年またねまた自分が選ばれるかどうかはまだ全然分からんけど <laughs> そうね来年来年までにもっとね完成度を上げていきたいなって思いますし来年また自分が選ばれるかどうか分からんけどあのまたねあのー 今度はミュウミュウとかほのたんとかも一緒にそうファイナリストライブに出れたら音楽最高ですね犬 <laughs> さん褒めちチョコありがとうございます嬉しい選べない理由ない <laughs> 本当にそう来年はねナナさんももちろんなんですけどアリサとほのたんとミュウミュウとほとんど STU やんってぐらいね STU の あのほんまにエスティア歌うまいので歌うまを見せつけたいなって思っております頑張る私も来年落ちないように頑張ります <laughs> ダイナス褒めチョコありがとう可愛か,かったよありがとうまるちゃんそう昨日はでもあの一番嬉しかったのはですねあの番組プロデューサー竹中さんに MVP をいただきました <laughs>。本日の MVP をいただきました。イェーイ <laughs> メた嬉しい。だからんみんなに言ってるかもしれんけど <laughs>。みんなに言ってるかもしれんけど。いや、マジで。本日の MVP やから。シュアありがとうございます。<laughs> 素晴らしいとかやった <laughs>。そう、プロデューサー、番組ロプ,ロプロデューサーさんの 竹中さんに本日の mvp をいただきましてしかもあのバンドの皆さんもですねそうバンドの皆さんも「あのアリスちゃんの歌最高や!」みたいな言ってくれてそうありさちゃんの歌を弾く時はなんかにやけてしまうみたいな「どういうことどういうこと真剣にやってください」みたいなめちゃめちゃ嬉しかったですねありがとうございます。<laughs> 素晴らしい、本当ですか。しかもね、そう、みんなね、あの、リハーサルを2回ずつぐらいやってたんですけど、なんか、アリサは、なんか、あもう完璧やから、もういいね、みたいな、<laughs> 1回で終わったんですよ <laughs>。リハーサルが、ああ、びっくりしましたねわー。ありがとうございます。よかったです、本当に。とにかく、アリサは、あの、歌のうまさはね、あの、全然、他の方の方が上手なので。 そうまあ、皆さんはとりあえず盛り上げられたらいいなとて思ったのでおよかったです最高だった学園天国の盛り上がりは最高でした <laughs> ありがとうございましたステージまで考えて練習してるからかな <laughs> 本当もうステージが丸くてさでかくてさい,いろんなとこにお客さんがおるからみんなに見てもらおうと思ってめっちゃ移動して,移動してたんですよわかる。<laughs> <laughs> 例えばそばかすのねあの最後のところとかそうこっちに行ってこっちに行って真ん中に戻ってきて終わろうって思ってたんですけどそしたらステージがでかくて遠すぎてさ <laughs> そうこっちに行ったはいいんですけどこっちからこっちに行くのが遠すぎてさやべー <laughs> マジでもう間に合わんかと思っためっちゃもうおもろかったね <laughs>。 <laughs> そう、何してんねんってかいつこいつ何してんねんって感じだった。いや、めっちゃマジで、ステージがでかすぎて想定外よ。<laughs> よかった、本当よかった。ステージでかすぎやろ。想定外ですよ。<laughs> あんの極み。全然。全然、全然。よかった。おはようございます。しかもね、瀬取りが神で。 そう、セトリ神じゃなかったですかもう、アリサの好きな曲が盛りだくさんやともう、個人的に最高です。そう、あの、あの雪めっちゃ大好きなので、イントゥージアンノそう、ひのちゃんが歌ったイントゥージアンノマジで最高だったし、マジで最高。<laughs> いや、うますぎやろって感じだったし、あと、あの、紅白とかでね、いっぱい見てきたので、 グレンあみるちゃんが歌った「グレンカ」もマジで最高やったし <laughs> あとはナナさんのあの決勝大会で歌った「ホワイっていう曲がマジで大好きなんですよ <laughs> そう決勝大会でナナさんが歌ってからマジで心にぐさっとくってですね <laughs> マジであの曲は何回も鬼リピするぐらい暇さえあったら聴いてたので本当にナナさんの「ホワイまた聴けてよかったホワイ 怖いどうしてどうしてどうして私を意識してうんさすがでした本当にあとはあのあとはですねあの「タバコこれ澤さんのあの弾き語りでゆかさんとそうアミルちゃんが歌ってた「タバコもマジで好きなんですよ。スターちゃんと僕を見ててよ。 あの曲はですね、あの、ホテルでマリナと同室だった時に、あの、永遠にマリナがね、曲を流してて、それで知ったの。マリナが、マリナから教えてくれた曲で、めっちゃいいやん、その曲、みたいな。で、一緒にハマってた曲、タバコ。<laughs> そう、なんか、曲名はやばいんですけど。<laughs> そう、全然そんな曲やない。そう、失恋ソングですね。<laughs> もっとちゃんと僕を見ててよもっとちゃんとってまりなに教えてもらった紙曲です <laughs> そう <laughs> あとはあとは一番はあの本当にあのあのチュリさんと萌歌ちゃんがもうすぐで卒業っていうことも萌歌ちゃん昨日が最後だったんですけど卒業ということであの ちゅりさんのあの卒業ソングの青春の宝石っていう曲を生で後ろであのこうちリーさんの背中を見ながら聴けたのも最高だったしあとはあの「さよなら大好きな人」っていう奈々さんと萌歌ちゃんが歌ってた「さよなら大好きな人」はあの去年ねファイナリストライブでそうあのお二方のユニット曲だったんですけどマジで感動してて <laughs> そう一人で感動してたんですよ去年ねめっちゃうますぎてそう去年はうますぎてねあの感動してたんですけど今年はもうマジでマジでガチ感動でした <laughs> そうさよなら大好きな人はやばかったマジで一人で後ろに泣いてた <laughs> あれはなくやばかったよねマジでそう歌も上手いしもちろんもちろん歌も上手いし歌詞よ歌詞 歌詞がぴったりすぎるやろみたいな <laughs> あれは泣けましたねうんそう昨日ホテルに帰ってきてからそう一人であの去年の「さよなら大好きな人」を歌ってたナナさんと思いちゃんの映像があるんですよ私 <laughs> あれ好きすぎてからそう映像をこうテレビで撮ってあるんですけどそれを見ながらマジで泣いてた何 <laughs> か,か目が腫れてるこっち最悪や <laughs> 最悪、本当に。目が腫れてる子です <laughs>。そう。さよなら大好きな人は最高でした。さよなら大好きな人。さよなら大好きな人。一生の思い出です、本当に。 だってねそうあの矢作萌衣子パイセンと <laughs> あの同じステージ立てたっていうだけでもすごいのにあのー、最後のステージ本当に AKB として最後のステージを一緒にあのできたっていうのは本当に本当に本当にびっくりです。マジって感じ。<laughs> マジって感じです本当にすごいすごかったです。<laughs> キキパイセンですよ。全然。全然パイセンです。<laughs> 治療師としてはあれはあかんね。本当にやばかった。しかも、あのー、何ん言ったっけ、give me five?give me five をみんなで歌ったんですけど、あのー、まさかのダブルアンコールって言うんですかね、あれは。<laughs> そう、まさかのあのー、 生配信、あの、生放送か、生放送を見てくださった方とかは、あの、わかんないと思うんですけど、バイバーイって生放送が終わった後に、なんと、ダブルアンコールが起きましてですね、そう、なんと、本日2回目のギブミーファイブを歌ったんですよ。<laughs> 本当に最高だった予定、予定外よ、予定外。ダブルアンコール、あれがダブルアンコールかーい。<laughs> 本当にびっくりした。知らなかった、そうなんですよ。あの、そう、テレビで、ね、生配信をご覧の皆さんはわからなかったと思うんですけど、そう、放送には入りきらなかったんですけど。<laughs> そうなんですよ。まさかのダブルアンコールが起きまして、Give Me ブ,ブをなんと2回も歌わせていただいて、マジで最高でしたね。そう、こんな最高なことがあるのか、生バンドだからできる、あれだし。 本当に、初めての経験すぎてびっくりした <laughs> ダブルアンコールと思って。やばーと思って。<laughs> 会場の、そう会場の皆さんも、めちゃめちゃに歌ってて、さすがでした。<laughs> 完全版で入るかなそうだね、3月14のホワイトデーに、あの、完全版が放送されるので、ぜひ見てくださいね。ぜひ見てください。 ハートのペンライト、そうあの、ハートのペンライトをさ、あの、アリサが2周年とかで、皆さんに、あの、プレゼントしたハートのペンライトとかを持ってってくださって、めっちゃわかりやすかった。ありがとうございました。<laughs> めっちゃわかりやすくすぐ見つけれた。ありがとうございました。見る見る見てね。 ホワイトデー覚えやすいですよ ?3 月14日あホワイトデーの日に完全版ついに放送です。イエーイ。うんうん。夢の国行きたすぎ。ナナさんとのツーショット、本当ですか本当にもうね。そう、あの、入ってもう1年ぐらいしてから、そう、決めた目標なんですけど、ナナさんと一緒に。 あの歌いたいっていうのをねそうショールームで何か言ってたよね昔そう昔言っててそう本当にかなってよかったです3年目にしてナナ <laughs> さんと2人きりで大好きな人も歌えましたしそうナナさんとハモところどころねハモリパートもあったしナナさんと2人だけの歌い分けの時にハモリパートもありまして本当にもう最高でした 本当に奈々さんがいてくれてよかったです <laughs>。そう、だってあの、もし奈々さんがいなかったら、あの、STU から一人っていうことで、ST の曲を一人で歌わないといけないじゃないですか。そう、それはもうプレッシャーがかかりすぎて <laughs>。自分があの、選曲した曲を歌うにはいいんですけど、ST48 の曲を一人であの、アリソは背負って歌うことはできないって思ったので、本当によかったです。奈々さんがいてくださって。 心強しでした楽しめたメタメタに楽しかった人生で一番楽しかったライブでした本当に最高またねそうこれはあの一回きりで終わったらもったいないなーって思うので来年も絶対に出れるようにファイナリストライブでできるように来年もファイナリスト狙って頑張ります <laughs> ナナさん本当にすごいですナナさんはいてくれないと困ります一人だとねそうマジでプレッシャーなんですよ一人でグループの曲を背負って歌うのはマジですプレッシャーなんですけどナナさんいてくれてよかったです <laughs> 頑張ります来年も頑張るので応援よろしくお願いいたしますいえ。<laughs> かわいかったよありがとうイや、平平嗣さん、花束ありがとうございます来年に向けて、そうね、また練習を頑張りたいと思いますソロコンサート来て、そ確かにソロコンサートができたらね、もっとあの、あの、いっぱい歌えるんですけどね、いろんな曲応援するするする、ありがとうございます嬉しい <laughs> 2曲歌ううかと思っったたら4倍ぐらいのボリュームだったそう去年、去年が25曲ぐらいだったらしくて、そう、25曲ぐらい歌ったらしくて、今年なんと34曲ぐらい、そう、歌ったので、なんと去年のファイナリストライブよりも10曲ぐらい、約、約10曲ぐらい、あの、曲数も増えて、すごくないやばいよね。<laughs> プロデューサーさん、竹中さんが盛り込んだらしい。 盛り込みすぎたらしいです <laughs> めっちゃおもろくないうん本当に最高ですセトリは神瀬戸リは神あのマックス時315号 <laughs> <laughs> マックス時315号がさ始まった時のわーみたいな待ってました感がすごかった皆さんの三百 <laughs> 十315号 <laughs> すごかった、あれは本当に、あの。ウォーティートグループの神曲ですよね。<laughs> 言いにくくの三百十五、五号。三百十五。三百十五ギア。あ <laughs> <15行> <laughs> 本当、にあれは神曲ですね。未来はいつも。 またカラオケ、カラオケ配信で歌うかな。<laughs> 歌おうかな。あの曲好き。エアリさも好きです。神。神曲だよね。しかもあの、今年の上位の1位、2位、3位はドラフト3期生ということで、ね、みんなドラフト3期生ということで、あの、ロドスロドスを歌ったのもエモエモのエモすぎて、すごい。 いいよね。<laughs> そう、エモエモじゃなかったですか。うわひろかずさん、見に行ったよ。えー、ありがとうございました。やったー。7時4分、早っ。早ー。それでは、そろそろ。<laughs> 早いですね。まだまだ話したいことはいっぱいあるんですけど、また後日。 また後日ね、裏話みたいな <laughs>、していきたいなって思いまーす。では、じゃまずギフトを読み、あ、またギフトじゃないキャッチフレーズいきます。アリちゃん推しになるのは、アリー、アリー、アリサ号出航ー。はい、ありがとうございます。中学3年生のアリちゃんこと、みなよしありさです。イェーんんイイーイ今来たばっ <laughs> おせえよー <laughs> ではではギフトを読みますね。マンジェラモンスターさん、からさん、みやこ先生。えー、っと、母さん、平らさん、てっちゃん。じじまくん、やすべえさん。えー、っと、飯山やまひろさん、ダイナソー。ひでさん、ちゃこぎいちゃん、やすべえさん、じじまくん、こもちん、あゆみちゃん、ゆうぼうさん。

みやこ先生、そうまさん、てっちゃん、くりちゃんです。次トありがとうございます。ではランキングいきます。十三いけどなくさん十二ユイチダビトソン十一川さん十一。